銭湯に設置された木製の下駄箱下駄箱は靴などの履物を収納するための家具。銭湯や寄せなど古くからある大衆が集う場所では下足箱とも呼ばれ規模が大きい場所では下足板と呼ばれる履物の管理にを置くことがある。下駄を履く人が稀になった現代でも下駄箱の名称が使われている。靴箱とも言う。シューズボックスともいい間取り図などでは SB を当てる。 日本など、家屋の中では靴を脱ぐ習慣のある地域において玄関に設置して利用される。室内脇と屋外脇の靴を履き替える場所にも設置される。日本では明治時代以降に主に町屋を中心に普及した民具である。家庭用の下駄箱は木製が多く家屋玄関に作り付けられている場合もある。数段の中棚で仕切られ家族で共用する。 下駄箱には棚だけのもののほか釣りとあるいは引き戸を設けたものもある。公共施設や商用施設に設置される下駄箱はスチール製のものが多いが古くからある施設や居酒屋などで木製の下駄箱が使われている。家庭用同様に共用するもののほか個別に一足から二足分の領域に仕切ったものがある。個別の仕切りがある下駄箱には 扉や上前付きの扉が付くことがある。個別の領域で仕切られた下駄箱には、その個別領域ごとに中棚を取り付け、上下二段に仕切られたものがあり、主に下段には屋外履き、上段にはその施設や建物内で履くスリッパや上靴などの室内履きを収納する。下駄箱の多くは、 スニーカーなどのおおむね足首まで保護する履物を収納できるだけの高さになっている。ブーツなど大型の靴を収納するために垂直方法に広く空間を取った部分を下駄箱に設けることがある。施設によっては上着を収納するロッカーと兼用になっていることがある。通常、最下部が靴用のスペースになっている。小学校学校では生徒一人一人に 自分専用のスペースを割り当てられる。この特定の個人しか使わない特性を活かし、下駄箱に何かを入れ意などの伝達に使われることがある。学校を舞台とする物語ではよく使われる場所である。日常の場でもあり、新たな展開を迎えるシーンで用いられることがある。一方で陰湿ないじめの対象となることもある。ありがとうございます。